どうもありがとうございました。ずいぶん懐かしいなと思った方は私と同じぐらいの世代だったでしょうか。何年前でしょうかね。1971年放映が開始されたという記録があります。仮面ライダー1号、それから仮面ライダー2号と続きました。その後が確か V3、 そして X、 私見てたのこの辺りまでかな。ただね、仮面ライダーシリーズずっと続いておりまして、今もね、映画の方で、大ブレイクしているようですけれども、皆様ではいかがだったでしょうか。では、2曲目です。これもちょっと懐かしいナンバーになります。松田聖子さんが1986年にリリースしたアルバムに収録されて、ミリオンセラーとなった曲です。最近ではまだ色褪せず、コマーシャルなんかにも使われているようです。夜明けの来ない夜はないさ、朝日が水平線から光の矢を放ち、今でも色褪せることがないです。瑠璃色の地球、お聴きください。指揮は東壇今由美でお送りします。Thank you.
はい、ありがとうございました。ソロ素晴らしかったですよね。もう一回立ってください、はい、大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。さあ、この曲が流行った当時、皆様、どのような生活をされていたんでしょうか。ちょっとですね、思い出してみていただければと思います。懐かしいところでもう一つ、次はですね、メドレーでお送りしたいと思います。その昔、古き良き時代からずっと日本で歌い継がれてきた愛唱歌のメドレーをお聴きいただきます。夏の思い出、母さんの歌、そしてふるさとです。どうぞお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。ちょっと部員たちに水分補給タイムということで、はい、水飲んでね、大丈夫ですか。改めて、愛唱歌のメドレーを聞いていただきました。ありがとうございました。ずいぶん懐かしいな、思われた方も多いんじゃないかなと思います。さあ、オープニングコンサート盛り上がってきましたでしょうか。いかがでしょうか。ありがとうございます。座高井博士、ありがとうございます。暑いですけど、何でしょう、皆様の前でこうやって演奏して拍手をいただける、これが私たちの最大の励みになります。これからも、頑張っていきたいと思いますので、いろんな機会に、見かけましたら声をかけていただければと思います。さて、それでは、4曲目です。ここからはですね、もう夏祭り一色、持っていきたいと思います。はい、どんどんテンション上げていきますので、もし知ってる方いらっしゃいましたら、ぜひ、一緒に口ずさんでください。それから手拍子などもよろしくお願いします。勇気 100%。Thank you.
ます。待ってるから。はい、温かい、手拍子拍手ありがとうございました。忍たま乱太郎で有名になりました、しんべヱ、きり丸、乱太郎、この3人のね、アニメでございました。さあ、早いものでもう夏休みオープニングも最後になってしまいました。あ、お客様続々いらっしゃって、前の方からどうぞしゃがんでいただいてよろしくお願いいたします。では、最後の最後になります。本当に今日は、私たち登米ジュニア吹奏楽団演奏の機会を与えていただきまして誠にありがとうございました。最後は夏祭り、これでお別れしたいと思います。皆さんもぜひ一緒に盛り上がってください。ありがとうございました。アンコールの声もあるようですが、炎天下なので次の人が待ってますので、どうぞこれで、皆様アンコールの代わりに拍手でお送りください。ありがとうございました。
後ろに子どもたちが待ってますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。はい、撤収を応援してください。石若の皆さんも応援してください。はい、吹奏楽の皆様大変ありがとうございました。以上をもちましてウェルカムコンサートを終わらせていただきます。大変素晴らしい演奏でございました。ありがとうございました。だいぶアンコールの声もありましたが